どうもおはようございます、藤夏健でございます。さあ、今日はですね、カニ戦争やっていこうと思うんですが、この翡翠ビートルがですね、月に1回リセットされて、でまた今冬眠フェーズなんですけど、あと4日と23時間でこれちょっと全部揃えとけばかなりパラメーター上がるので、ちょっとですね、やっぱり大会で優勝するにはこれをだいぶ時間かかるんですけどね、コンプリートしねえとダメだなってことで、土台作りをねちょっと頑張っていこうかなと思います。ちょっとここ4日間ほどですね、お金がもらえるゲームの検証もろもろであんまり時間取れなくて、まあ毎日1時間ぐらいは確実にやってるんですけども、残り40個ぐらいのところまで来ました。で、このトーナメントが25時間後に始まって、25時間後にこの冬眠から覚めるんでちょうどいいかなと。で、今右下にですね、ちょっと見慣れない虫がいると思うんですけども、今ね、金の甲殻類パスっていう、まあ、有料のね、普段なら月550円かかるやつの3日間だけお試しで無料で入れるんですよ。なので、この3日間に全てをかけようかなと。ついさっきね、これ課金するところ取ってたんですが、録画ちょっとミスってて取れてないんですけど、とりあえずちょっと脱皮して、できる限りこのポイント貯めながら、翡翠ビートルのちょっとマックスまでね持っていこうかなと今のところ思っております。で、この課金したらね、何が起こるかというと、広告がまず、なくなります。広告を見ずに広告を見た時と同じ状態の恩恵が受けられるよっていうやつが、一番でかいですね。なので、蝶々とかが飛んでくるたびにその恩恵が受けられるよと、いうような状態で大会に臨みたいなというような感じですかね。さ、脱皮すると落ちるんだよね。まあまあまあいいっすわ。今日割と朝からずーっとやってるんですけども、20ちょいしか進んでないですね。ちょっとここいらから、もう溜め込んだエメラルドとか使いながら、ちょっと進んでいかないと厳しいぞってな感じですかね。まあまあまあ、ここから多分脱皮して、次の脱皮ポイントぐらいまで来た時には、溜まってるんじゃないかなってな感じですかね。まあこれなら大会いけそうな気はしますかね。よし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 。とりあえずちょっとオーブ使ったり、もろもろしながらですね。で、あとやっぱりこの3日間無料トライアル中なんで、これですね。これ本来は広告を見ないと5粒もらえないんですけど、来るたびに5粒もらえるんで、比較的余裕でしたね。オッケー。ということで、これで全部完成したんで、これでトーナメント臨めば、かなり強い状態戦えるんでね。よし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 。さあ、オーブ。宝石ばっかり。まあ、宝石は宝石で強いけどね。よし、ということで、もうあとはもう明日に備えて寝るだな。よし、頑張りたいと思います。おー、いいねいいね。翡翠ビートルが目覚めそうだ。これで最強の翡翠ビートルが仲間になるんで、これだけでパラメータもマジで相当上がるんでね。で、さらに翡翠レーザーもめちゃくちゃ強い最強状態だよっていうことなので、これで、トーナメント臨めば1位になれるんじゃないかなと。ちょうど今1位になったらシルバーリーグ終わってゴールドランクに上がるよと。2位だとダメなんですけど、1位だと上がれる。もう気持ちいい感じで上がれるじゃないですか。よしよしよし、もうこれ、ここよ。もうすべてここに照準絞ってきたから、ここで有終の美を飾りたいよね。しゃあ来い。もう、今日は一日、ガチでもうこれをやり続ける。マジでやり続ける。で、もう今めちゃくちゃ強くなってるの、もうスタートからね、もうバンバンいけるんで。で、もう前回思ったのがね、どうしてもやっぱり残りが数時間ってなってくると、もうやっぱ焦っちゃうんで、最初にもうリード取っていこうかなと。よし、もうちょっとで3万いくところです。もう、これ今日朝起きてからずーっともうぶっ通しでやり続けてるんで、まあ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 、スタートからね、4時間やり続けたと言いつつも、僕よりもね、多分パラメーターとかポテンシャルの高い人がいっぱいいるんで、そことね、本気で戦うには、やっぱり僕は時間を使うしかないわけですよ。なので、もう、ひたすら、オッケーオッケーオッケー、ワープでこれ3万超えました。オッケー。現状で言うとですね、ブラッドガーディアンという一番最後のこのクイーンですね、これももうアンロックして、こいつが1200になったらまた一気に攻撃力が上がるのでバンバン進めるよと。で、スタートからやっぱさすがにぶっ通しでやってるんで、僕より言ってる人はさすがにいないですね。
さあ現在32倍速でお届けをしておりますが、敵の硬さがお下劣な硬さになってきております。もうねこれ本当にずっと連打しすぎて、もうなんか腕腱鞘炎みたいになってるんですけど、めちゃくちゃ大変なんですよここから進むの。で今のところ3万2000ぐらいまで行ってるんですけど、3万3000行きゃもう確定で優勝かなってな感じですかね。こいつ倒してさえしまえば OK。 でここからもう進めないんで、もう翡翠レーザーですね。このレーザーがもうめちゃくちゃ役立つ。これがクールタイム30分あるんで、30分に1回この翡翠レーザー様を召喚できるので、なぜ僕が早く、ね、スタートからぶっ通してここまで来たかというと、翡翠レーザーを、まだ19時間ぐらいあるんで30回ぐらいはいけるんですよね。まあ寝る時間もちょっと考えると、まあ30回ぐらいかな。でそれで考えると多分ね3万3000いけるんじゃないかなと。そこまでいっとけばさすがに超えては来ないと思うんでね。まあできる限りで、さらに左下にですね、なんかこう2って書いてあるカニがいるでしょ。あれ使うと 100m 進めるんですよ。つまりあと 200m ガッガッて進むことができるんで、もう最悪ね抜かれたりした時はこの 200m 進めるカードで、最高記録更新してっていうことも可能なんですよね。まあそこはもうランキング見ながらですかね。いいね。やばい、アラームかけたんで30分でドーン。あー、ちょっと待って、全然進まん。なんでなんで、弱くなってるよ。そんな敵硬い、いやなことはない、絶対なことない。ああそういうことか。あ、カニの下の技使ってたら翡翠レーザーめっちゃいくけど、そういうことか、カニの攻撃力の何倍とかそういうことだよな。やべえ、あー 6m しか進めんかった。ちょっとこれはやらかしましたね。下の技発動してる状態での翡翠レーザーじゃないと弱いんだね。この後も30分おきにアラームを鳴らし、翡翠レーザーを打ってはアプリを閉じ、アラームが鳴ったら翡翠レーザーを打ち、それをひたすら繰り返しました。そしていつの間にやら過去最高の距離を更新しておりました。このままの勢いで3万3000を超えて、意地でもこのシルバーリーグで1位を取ってゴールドリーグに上がりたい、その一心で1日の全てをこのゲームにつぎ込みました。よし、とりあえずですね、今後続のポテンシャル高い人たちが追いついてきつつはあるんですけど、3万2000からが、まあ、とにかく距離がねそんなに伸びていかないので、ちょっと息引き剥がしたいですね。3万3000、これでちょっと翡翠レーザー溜まるんで、多分このターンでいけるんじゃないかと思われます。よし、まだ翡翠レーザーの攻撃はね全然通ってるんでね。よし、僕初の3万3000突破。よし、これでね多分高確率でもう1位じゃねえかなとは思うんですけども、油断するとねスッと抜かれたりするんで、とりあえずね1位のまま終わりたいと。逃げ切るぞマジで。でも本当にこう通常のねヘラの方がすごいですよね。ずっと攻撃力3倍でいるんですよ。当たった時に電撃みたいなの走ってるでしょ。あれがまあ攻撃力3倍でダメージいってますよって話なんですけど、全スキルを使い、そして3倍であってもこんぐらいしか減らないよっていうね、もうなかなか鬼畜なゾーンまでは来ておりますね。よし、長かったですがこれがラストレーザーかな。ということでとりあえずまだ2位とは結構差がある。まあメートル数で言うと500ぐらいなんですけど、まあ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 500メートルってね、これ見ていただくと分かると思うんですが、もう翡翠レーザーですらそんなにスコンスコン減っていかないぐらいの硬さのところまで来てるんで、500メートルって言うと結構な差があると思うんですよね。よし、ということでございまして、まあまあまあ残り18分で、この状態なので、まあ、2位と 400m 差、まあ、マリッペがねこっからまあ追い上げてくる可能性はあるけど18分では無理でしょう。ということでございまして、まあまあ100m 進めるカニ2つ所持はしてるんですが、まあ使わずとも優勝ですかね。いやーもう本当に頑張ったよこれはね。マジで24時間のうちどんだけこのゲームやってたんっていうぐらいやりましたんで、よし、あとはもう初優勝の結果発表を待つばかりってとこですかね。はい、ちょっとお仕事終わって帰ってきたんでエンディングですね。さあということでいよいよ結果発表です。マリッペ、ちょ
ちょっと、しかもちょ、待て、90メートル差じゃん。カニ1個使ったら勝ててたじゃん。おーい、おい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 、あ、ちょっと待て、マジで悔しい。ちょっと、何これ。おーい、はい、ということで確定しましたね。負けましたね。ただ負けたことによりまだシルバーリーグに滞在できるので、ちょっとね、これでシルバーリーグ次来週ですね、あの1位取って、ちょっとやっぱ水曜日は無理なんで、やっぱ土日ですね、土日でちょっと1位をちょっと取ろうと思います。1位取ってゴールドに上がりたいと思います。よし、もうだいぶ強くなっとるんで、もうポテンシャル的には1位になれると思っております。もうちょっとこのトーナメントでマジで決めるからな、マジで決めるからな。まあ僕もバカじゃないんでね、もうこの攻略を分かっちゃったんですよ。このトーナメントの勝ち方っていうんですか、トーナメントってね、24時間あるんですよ、受付時間が。で、僕は前回その24時間の初めの初めでエントリーしてしまい、で、スタートでバーって突っ走ったから、まあ、後の方から参加した人が、ああ、1位はここねっつって目標にされちゃうわけですよね。だからもう今回は、終わりそうなギリギリで参加しました。なのでもう1位がもうだいぶいっちゃってる状態なんですけど、あれを追いかける方が楽なんですよね。で、つうか今回3万いってる人誰もいないんで、で、僕のトーナメントが終了する時間で、実際にトーナメントね、だから実質48時間行われてるんですよ、トーナメントってね。最初にエントリーした人の24時間、最後の最後でエントリーした人の24時間があるから、だからもうこれはもう行きますわ。ちょっとマジで優勝する。ちょっと今回のランキング、俺の偽物多くない？俺の影響でやってる人こんないいの？っていうぐらい。ちょっとトップ10にね、2人いるんですけど、僕じゃない僕が。まあまあいいっすわ。とりあえず追いかける側なんで、すごい気分楽ですね。あと8時間で2万7000まで行けばいいだけなんで、もう余裕っすね、これ。今回ですね、ちょっといいトーナメントに入りましたね。うん、余裕でした。そんなにガチじゃなくても、ダントツで1位ですね。で、あと7時間あって、で、しかももう寝てるんでね、時間がずれてるから、余裕なんですよ。この7時間ずっと監視ができるっていうね。なので、ちょっとあとも監視しながら、余裕プレイでいこうかなと。何のデッドヒートも危なげもなく、確定しました。なんかあっさりでしたね。はい、ということでこれで、初の1位を取りまして、ゴールドランクに昇格。いやー、ありがとうございます。いやー、いいね。商品が、まあ、だいぶもらえるんでね。はい、ゴールドリーグ上がりやしたよと。でも、もうなんかもう1位になったし、なんだったらクイーンのね、一番最後のやつももう行っちゃってるんで、これ以上上を目指す必要というか、なんかモチベーションがないんですよね、正直ね。まあゴールドリーグで1位になりたいというのはまあ多少ありますけれども、もうな、これ以上強くしてもなっていう気は若干してるんですよね。そして今遺伝子ポイントはこんな感じですね。もうだいぶ行きましたけれども、まだ言うて半分行ったかなぐらいのところですかね。まあ、これ課金しないともかなりきついですね。そして、こちら成績の方なんですけど、まあ、総プレイ時間187時間なんで、まあまあ、広告見るゲームダイスモンドよりはやってないですね。なので、まあ、それぐらいでもシルバーリーグ優勝までは来れますよってな感じですかね。よし、今日からゴールドリーグが始まります。果たしてゴールドリーグがどれぐらい強い人がいるのか、そして今のポテンシャルで1位になれるのか、ちょっとね、ガチでちょっと試していこうかなと、思いますよ。よし、俺たちのカニ戦争はこれからだ！